2024年7月セブ幕担当。ある建設現場に見覚えのある日本人男性の姿がありました。以前ご紹介した倉持ファミリーのお父さん、倉持裕太さんです。ドゥマゲテで主婦ライフを満喫していたはずの裕太さんが、一体なぜここセブにいるんでしょうか。今回はおそらくフィリピン在住邦人の中でもかなり珍しいフィリピン国内単身赴任生活の様子を取材しました。おはようございます。よろしくお願いします。いつものカレンデリアリー。いつものカレンデリアリー。ゆうたさんの一日はカレンデリアでの朝食から始まります。充実してる。あ、ゴーヤ。そう、いつもゴーヤ食べる。海藻だ。値段は同じぐらいですかね。うちも別に、あ、ここ比較的多分安いんじゃないかな。あ、こっちの方が安い。マンゴーはちっちゃい。今マンゴー昨日50、60とか。ああ、そうなんだ。マーケットだったら安っ。こっちの市場も行かれたんですか。あ、行きましたね、はい。びっくりしたのが、はい、あのこっちの方が安いんですよね。あ、その野菜、野菜とか。ああ、ドゥマゲテの方がなんかね、全部安いっていうイメージがあったんですけど、うんうん、ドゥマゲテにいた頃はこう時間に余裕があったんで、新鮮な時間帯に買いに行けるっていうのがあったんで、はいはい、あったんですけど、こっち来たらやっぱ仕事始めたらもう仕事終わりとかしか行けないじゃないですか。そうすると大体もうちょっとね、あまり新鮮じゃないしおれちゃってる。そう、それでちょっとマーケット行かなくなっちゃったんです。いつからこちらにいらっしゃる。4月入ってからですね、はい、こっちに来ました。救急イングリッシュさんの、まあ、語学学校中の内装工事の、まあ、現場監督というか、まあ、木島さんのアシスタントみたいな。それはまたどういう経緯でダイヤルイレブンさんに取材していただいて、社長ですね、まあ、社長があの見てくださって、ちょっとうちで働いてみないかっていうようなお話をいただいて。 Good morning。 朝食の後現場へ出勤。こちらが語学学校救急イングリッシュのビルです。救急イングリッシュはセブに拠点を持つ中では最大規模の語学学校。1800人以上ものフィリピン人講師を雇用し、マンツーマンレッスンやグループレッスン、さらにオンラインレッスンも提供しています。今ゆうたさんが来ているのは2024年夏に正式オープン予定のビーチフロント校。このビーチフロント校は14階建てのビル丸々1棟を語学学校としてリノベーション。授業スペースだけでなく食堂や宿舎も備え、この中で生活のほとんどが成り立つ想定です。取材に訪れた7月初旬はオンラインレッスンのブースや講師の宿舎はすでに完成し、実稼働が始まっていました。未完成なのは対面の授業ブースや生徒が利用する宿舎、食堂などです。ローカルでちょっと働いてみたいっていう思いはまあちょっとあって、そこでちょうどまあお話いただいたんで、まあ、すごくまあやってみたいっていうのはありましたね。こんなまあチャンスというか経験をできるのって、まあ、なかなかないなと思って。海外の現場で、そうそうですね、はい、とはいえご家族で負けていらっしゃったと思うんですけど、はいはい、家族の道理は、俺行くからねって言ったらもうすごい、なんで相談しないの。もう事後報告だった。事後報告です、まあ、怒られて、まあ、怒られて、で、まあ、そりゃそうだなっていうことで、まあ、ちょっといろいろと話して、で、まあ、ちょっと来させていただいて。行くって聞いた時です。はい、どんな感じテンションで。本当事後報告で、日本の一時帰国が航空券取って決まってたんで、日本には一緒には帰れないからって言われた瞬間、っていう空気は流れましたね。家族に相談ぐらいはあっても良かったかな。主人普段は結構穏やかで、割とこう私の意見を尊重してくれるんですけど、何言っても聞かないスイッチ、芯の強さみたいなのがすごい主人にはあって、それ聞いた時に、あ、もうスイッチ入っちゃってるなって思ったんで、あ、これ何言ってもダメなやつだなっていうのがもう諦めていってらっしゃるっていう感じですね。
まずビル内のランドリーサービスに洗濯物を出します。ビル内にはさらに社員食堂、ジム、そしてなんと飲料水の精製所まであります。出勤後はミーティングがある日はまずオフィスで資料を作り、その後1階から14階まで現場の状況を確認して回ります。実は当初のスケジュールでは全ての階のリノベーションは6月中にほぼ終わっている予定でした。でもそこはフィリピンあるある、工期が遅れに遅れリノベーションが終わらないまま、いよいよ生徒の到着が間近に迫っていました。何人ぐらいいらっしゃるんですか？150ぐらい今。朝7時から夜10時まで。今はまあちょっとピークの佳境なので12時まで。ここですね、まさに。先週行ってあるんですけど直ってない、リマインドしないといけない。 それがもう本当に多い。ビスが出てるんですよ、これが出てる。危ない。全部一つ一つこう触ってチェックしてテープ貼ってで直させてっていうのを2回やって、まだ出てる、直しきれてない。昨日言ったその勾配を上げろっていう、毎回じゃあ宿題が終わってるかの確認をされてた。こちらはこのリノベーションプロジェクトを請け負っている工務店経営者の木島さん。優太さんに現場監督の依頼をされた方です。木島さんに現状の共有をし、今度は2人で各階を確認していきます。ワンフロア、あ、シンク、あ、オッケー。シンクがどうかしたんですか？どこにこう排水をこうどうつけるかとか、そういうのを指示してくれると思います。それと私の電話がユタさんに来るんですね、はい、とにかく広い現場なので見回っている間も別の場所から指示を仰ぐ電話がしょっちゅうかかってきます。パーテーションを取り付ける予定の位置にヒーターが取り付けられてしまっていて、設置担当者が困っていました。毎週月曜日は主要メンバーが集まり進捗確認のミーティングを行います。Please also finish one by one, especially 14th floor and the 4th floor. Only there are some small work, but should be finished today. Please monitor your painter. Your painter always also inside room and very long time one room like that. So you should monitor they are properly working or not. You should check on the instructor if you didn't finish, right? That's the engineer, right? Mm-hmm.Then now you asking to her so finish or no? Yeah, no, you should check. No more extension, everybody. So for the 14th and 4th, today I want all the paintings to be done because tomorrow we are going to put some kind of chemicals for the smell. Yeah. 2ヶ月なのにもうお二人はあうんな感じですね。さっとこういろんなとこ行ってさっと話して、いや最初全然分かんなかったです。もう英語だし分からないことは全部木島さんに聞いて、もともと日本の建設企業で働いていた木島さんは40歳の時に独立し自身の工務店を立ち上げました。今から12年前、セブでたまたまご縁があり一つの改装工事を請け負ったのがフィリピンでの仕事の始まりでした。その物件だけの予定だったんですけど、まあそれをやってる最中に次のちょっと話が来て、だもう一個やろうかと、だそういう人はもう一個二個来てもうちょっとやろうかと言ってるうちに、だんだんこっちの方が仕事が多くなってきて、まあ日本に帰る頻度が減ってきてですね、まあこっちに専念するようになったと。日本売上5割フィリピン5割っていうのがまあ理想的かなと思ってたんですけど、フィリピンの方がどんどん営業しなくてもお客さんが口コミでやってきてくれると、
いうのでもう自然にこっちが仕事が伸びてきて、こちらでのその木島さんの役割っていうのは、まあプロジェクトマネージャーみたいなもんなんですよね。だけど私のいつも立ち位置としてはもちろんゼネコンを指導をするし、お客さんに対してはやっぱりコンサルティングやって、うまく組み合わせるという仕事ではあるんですよね。そうですそうです。日本ってお客さんにそのね引き渡す時って100点で当たり前、110点ぐらい持ってこいみたいな、85点とかやったらもうふざけんなみたいな喧嘩なるレベルじゃないですか。でフィリピンって100点満点で言って普通に頼んで勝手にやらせてたらできるの30点ぐらいなんですよ。でこれって当然日本人受け入れがたいんですよね。最初私失敗したのは90点にしますっていう、私が見ること言って90点にします、ね、今60点にしますとさすがに10年おるんで、まあどういうことが起こって予想の展開になるというのはもう最初にちょっと話するんで、そのナレッジがたまるから、ね、それ自体がもうお客さんに対してリスクヘッジの情報になるっていう、そうそう、それであったら60から90点の足りない30点もお客さん納得できるんですよ。同じことやるにしてもやっぱりそういう説明があるかないかっていうのはやっぱり日本人にとっては皆さんすごく重要じゃないですか。ましてやこうやって異国の地でそういう文化背景が違う中でお客さんと例えばまあローカルのそういうゼネコン話が全く通じてなかったりするんですよね。お互い明日材料来るって言ったらイエスさ、次の日行ったら、まあ、材料来てないで、材料今日来るんやない、いやトモローさ、また次の日また来てないみたいな、日本人からしたら嘘を言われたと、本人は騙してるつもりは別にない、大概まあやろうとはしよる、なんかそれが遅かったり言ったのと違うのが来とるんやけど、それをまあ訂正してなかったりなんたりっていう悪気がない間違いっていうのがいっぱいあって、それが日本サイドはやっぱり重なるとつりつもあって何かの時にドーンとなると、だからまあやっぱりミスコミュニケーションですよ。前提の文化と社会構造が近いすぎて。木島さんの建築資材の買い付けに同行させてもらいました。水回り、電気、照明器具、まあ、タイミング、まあ、木材、工具、結構一通りここで揃う。揃う。フィリピンはお客さんが自分でここで買って持って帰って職人呼んで、うんうんうん、させるみたいな、ある程度まとめて買う人も1枚買う人も値段が同じという小さはある。1000枚買っても1枚買っても値段同じ、日本だとねほぼ割引になりますよね。結構在庫もちゃんとありそうですね。あ、これは1枚あたりの値段、1枚あたり、なるほど。日本のと比べてどうですか。ね、安かろう悪かろう日本ってやっぱり工業規格があって準じてない製品っていうのは一切売れないけど、こっちは基準満たしてないものも、そういうのが全くフリーダム、玉石混交というかほぼ石だけみたいなこちらのホームセンターでは担当のスタッフさんが一緒に回りながら注文を請け負ってくれます。キッチンタイル、そう、How many? 100. 100. Which is your priority? Number one. Number one, two, three. 36 pieces. 36. ここで注文をして届けてくれる感じ。届けてもくれるけど、いつ届くかわからんから自社便で取りに来らせる。お金もその時に払う。お金今今日払う。あ、今日なるほど、先にもう払っちゃうんですね、うん、お金も払ってもう取りに来るだけなのに実は在庫なかったみたいなことが、はい、なるほど。優先順位つけてたのはもしこれがなかったら次これ調べてね。
で受け取る時も当然枚数チェックせないけんし、割れとうかどうかみたいなのもある。それ持って帰ってから割れとったって言ったらそれはダメ。ここで積む時にはうちのスタッフが来て返品して積む。なるほど。日本だと、まあ、当然届くし、うん、まあ、検品もメーカーの方でやった状態で、まあ、なんならつけた後、いや壊れとるって言っても営業マンが飛んできて交換してくれる。すぐ無償交換。いまだにこればっかりは日本から持ってこないとないなみたいなのってありますか？まあ、工具、いい工具みたいなのは日本って大工さんってそういうのに研いだりとか、のこの刃を研いだりとかするんだけど、まあ、こっちってそんなんしないんですよね。メンテナンスして長持ちさせるっていうよりはもう使い捨てで。で、基本的に自分の道具っていうのは持ってこないから、全部会社が支給してやらないといけない。だからまあ当然大事にしないし、細かいところになると、まあそういう細かい道具がないと本来できんから、まあ、雑になってるし。すごい細い筆でやってる。そうですね。いや、なんか道具とかに関してもやっぱり効率的じゃないっていうのがすごくあるし、日本は本当に道具がいろいろ揃ってて、その道具を使えば、まあ、すぐ終わるし、フィリピンにももちろん、ね、同じ道具は、まあ、輸入すれば買えるしあるんですけど、防犯上というか置いておくと盗まれる、盗まれたりとか壊れたら買うのが大変とか、なんかまあ多分そういう理由で道具の管理がすごく難しいみたいなんですよね、はい、鉄骨とか搬入来て、まあ、重機使うじゃないですか。1人ユニットがいて下ろすやつと玉掛けで、まあ、3人いればやれる作業、こっちだったら10人ぐらいで鉄骨こうやってよいしょっつってみんなで下ろしたりとか、人件費がそうですね、安いからこそできるんでしょうけど、人をたくさん用意できる分、はいはいはい、効率度外視になりがち、うん、なんかそういう感じはしますよね。養生はあんましないじゃないですか、はい、やっぱりその後の掃除が発生したりとか、あ、汚しながらやっちゃうそうですね。そうそうそう、結局後のことを考えて作業するっていうのが、まあ、なかなかこれを教育しなきゃいけないんですけど、日本だと当然、まあ、もう当然ですよ、もうそんなことしたら出てけるぐらいな、掃除する班とインストールする班っていうのが分かれてたりするんですよ。だから俺はもうつけるだけで、俺は掃除する、そうそうそう、これはインストールする時に一回掃除しないといけないから、そうそう、そこはそこで人員割かないといけなくなってくるし、それがこういうちょっと時間ない時だとボディーブローのように響いてくるっていうか、ホーキー、ホーキーあるホーキー、ここのところを上げたら、ハーフ、で、オールバキュー、まあ、バキュー、バキュー、こう上げて、これだけ粉だらけだといきなり水で流すとパイプが詰まってしまうため、先に粉を掃除してから流す必要があります。日本だと当たり前の手順もこうして毎回細かく指示しなければいけません。しかしもちろんこれ以上工期を遅らせるわけにもいきません。Not today. Maybe tomorrow. Because we finish this one. Finish. Then finish. 4, 5, 14. Today finish. Tomorrow.This weekend should come. This weekend. 今日これをここまで終わらせようとかっていうのは、まあ、間違いなくないでしょうし、もう今日一日俺頑張った。どこまで終わってるかは関係ない。もう関係ない。まあしょうがないって言っちゃあれなんですけどね。もう考え方もやっぱり違いますし、それはまあいい悪いとかじゃないですけど。現場でのなんかコミュニケーションってここが大変だとか、いやもう大変ですよね。うわ超大変ですよ。そもそも俺も英語喋れないし、相手も英語喋れないし、俺は日本語で向こうはビサヤ語で、ほぼほぼもうジェスチャー。それでも私から見るとユタさんはとても英語初心者とは思えないほどしっかり堂々とコミュニケーションをされているように見えます。これがカリカリバーガー。え？こ
もうどこに下げてあるか分かりますか。え、いや、ないないですないでしょ。ないですね。うん、壁しかない。これがまず下げられます。ちょっと待って、どういうこと。嘘でしょ。本当に下げされる。ルール下げされます。はい、うさかコーク、うさかコーク、イエース。こんなサルサル初めて。お、グワッパー首痛い。スワン、おお、やばすぎる。ちなみにすぐ隣に首が痛くならないサルサルもありました。午後もひたすら現場の見回りと指示出しが続きます。あれ、メインバルブはオープン。全然クッドじゃん。ノークッドでしょ。They good? They good? ノークッドでしょ。ノークッドでしょ。ノークッドでしょ。出てるだけでもわかんない。救急イングリッシュ代表の藤岡さんも進捗の確認にいらっしゃいました。スケジューラーが進んで、僕は生徒のクレームが出た時に相談してもらって、じゃあここは終わらなくても全然影響はない。どうしても間に合わない箇所の優先順位を即座に判断されています。生徒の到着が目前に迫り、常人なら胃がキリキリしてしまうような状況ですが、藤岡さんも木島さんもとても冷静です。フィリピンでいかに多くの修羅場をくぐり抜けてこられたかが伺える気がしました。すごい、カウンターを待ってる。カウンター、ここに置くカウンターを待っている。昨日届くはずだったやつはそれ。それが1ヶ月来るどころか2週間前に来るはずのが待ってない。学校の窓口であり、生徒の入校手続きも行う大事なカウンター。このパース図も作成した現地の優秀なエンジニアに制作を依頼していました。しかし納期を過ぎても一向に届かず、本人と何度も進捗を確認し、工場にも視察に行きましたが、それでも届かない。さすがにおかしいだろうと厳しく追及したら、エンジニアは今日の18時に必ず届きますと言いました。3人で到着を待ちますが、やはり18時になっても来ない。20時になっても、22時になっても来ない。そして24時を回った頃、エンジニアがフラッといなくなってしまいました。深夜1時近くになってエンジニアから電話が。トラックが事故に遭いました。今から救出に行かないといけません。なんとその連絡を最後に音信不通になってしまったそうです。アーキテクト自体は来ないって分かってるんですよね。発注してないから。分かってるのに一緒に待ってトラックが事故になって、それも今思えば、はい、まあ、嘘だった。あ、そうそうそうですね。今はもうこっちサイドで作ってますね。そういうところはやっぱすごいですよね。寸法も、まあ、パパッと決めて、すぐそうやって作れるっていうのがやっぱすごいですよね。プラムさん来た時にまず私に言ったのが、私英語全然できないんですけどいいですかみたいな。そんなの全然問題ないよと。俺もできんかったし、英語ができるかできんかで、管理できるかできんかは、まあ、分からんと。もちろんできた方がいいけど。2番目に言ったのは、現場関係やってきたけど、主に外装、ビルの外装とかそういうのやってきたから、内装の知識ってないですよと。でそれも私いいと。多分倉本さん問題なのはその家庭の問題やないみたいな。フィリピン国内で日本人が単身赴任しとうて、まあ超レアな。それに比べたら英語はできんとかね、内装の知識ないとか、まあそれ全然問題はないし、ワーカーにとってもいいのは、まあワーカーからとったらさすがに私に直接ここどうしようかとか聞けないわけないですよね。文句言われるの分かっておるけど。まあでも彼には聞ける、ワンクッションになってる。そう、うん、だから、まあ、まあそういう面でもすごくいいし、ね、間に取り持ってくれてる。めちゃくちゃ勉強になりますね、本当に。やっぱ自分も知識の浅いところが、まあ、結構あるので、木島さんが見たらこれがこうで、こう、ああなるほどなとか、まあ、そういう見方があるんだなとか、めっちゃ面白いですね、はい、もう超絶ド M ですよね。やっぱりこれだけ
大変な仕事を10年間日本から帰ったらもう言えばやってくれるし、電話すれば材料を持ってきてくれるし、この環境でできる人が逆にいるのかなっていうのは、木島さんはかなりレアな、うん、超レアだと思いますねいやもう代わりがいないと思います。本当に私もそのこっちのローカルのスタッフないし、まあ、職人でもいいやつはものづくりのなんかスピリットみたいのはあるはずなんですよね。そういうのを共有できる楽しさはあるんですよね。自分が考えとった収まりより綺麗になるようなことがある。パパッとスケッチ書いて渡すんやけど、大概はなんか違うもん作ってないみたいなのあるんやけど、たまになんかえらい手をかけて作ったりするんですよね。大工のおじいちゃんいたんですよね。昔ながらの職人みたいな、あの人なんかもう道具ちゃんと揃えてやったらピシッとやりますよね。かなり職人気質っぽい人も、いやすごい、うん、います、います。見てると全然違います。やり方とか道具を知らないだけで、はいはい、効率重視のやり方とかを教えたら、はいはい、そっちの方がハマる人もいそうですか？あ、全然いるでしょうね私だったら間違いなく逃げ出しているくらい過酷な現場ですが、お二人ともどこか楽しそうにも見えました。フィリピンに来てからドゥマゲテ以外の都市に初めて住んだユータさん、セブとドゥマゲテの違いについても聞いてみました。いるように率直なセブの印象は、いやもう都会、やっぱりドゥマゲテはで高層ビルなんかないですし、朝も言いましたけどローカルのマーケットはドゥマゲテより安くてすごい意外で、でもまあ外食はやっぱりそこそこはしますけど、幅広いですよね。家族移住の場合はやっぱり学校が高い、うんうん、そうですね。ドゥマゲテだったらやっぱりもう年10万払えば全然行けますし、セブだと10万で行けるとこはないでしょうし、生活自体は多分抑えようと思えば多分いくらでも抑えられると思いますけれども、学費に関してはまあちょっと難しいのかなと、まあ、あとはその交通、基本トライシクルってハイウェイは走ってないじゃないですか。なので絶対タクシーか、まあ、ジプニーか、まあ、ローカル全然ジプニーそう乗れるよっていう人は、ね、全然いいと思うんですけど、地理がちょっと分かってないと難しいですよね。路線が多いですよね、はい、そうそうそう、それがやっぱ難しい方はやっぱタクシーとかになっちゃうとやっぱ交通費は、ね、かさむ。フィリピンもやっぱ島国で島によってすごく違うじゃないですか。ドゥマゲテはもう本当ゆっくりスローライフしようみたいな感じですけど、やっぱりセブって日本人もめちゃくちゃ多いですし、出会う人とか、はい、まあ、見かける人自体がもうドゥマゲテとセブで結構全然違いますよね。ドゥマゲテにはどれくらいの頻度で帰ってらっしゃったんですか？はい、もう毎週ですね。全種類制覇されたんですね。そうですね。そのままバスと、そうそうそう、はい、飛行機と、はい、ポカリオンとバイクと。おすすめ順じゃ、はい、もちろんもちろん飛行機もう30分あれば着きますからね。めちゃくちゃ近いですよ、西武と寝て。第2位はコカリン。もう寝てれば着くんで超楽ですよ。残されたのはバスとバイク、まあ、セレスとバイクですね。じゃあ最下位から発表しましょうか、はい、まあバイクですね間違いなく体力的にもあれですし、途中雨降ってくるし。3位がバス、うん、そうですね、まあ、セレスも全然楽ですけどね。もうバイクの3000倍ぐらい楽です、まあ、コカリンはセレスの5000倍ぐらいかな。バイクの5000倍じゃなくて、いやもうセレスの5000倍。いやそんなに楽なの？いやめっちゃ楽ですよ。それ一番変わったのって、はい、家族と離れたことなんですけど、はいはいはい、そうですね。それはどういう感じですか、はい、離れて暮らしてみて。寂しいですよねもう会いたい、まあ会いたいですね、はい、週1で帰るのは会いたいから、はい、まあそうですね。やっぱり子供といる時間って限られてるし、あすごいなと思ったのは、まあ私が会社作った年ぐらいだよね、うん、今の彼がね、出さらして、そう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 、いきなり海外に行ったと。あそういう選択肢って私全然その時考えたこともなかったから、子供、まあ、2人おってもっと稼がないけんみたいな中で海外行こうなんて思いもせんかったけれど、まあ、今の倉持さんのああいう選択肢見て、まあ、なんでちょっと考えんかったんかな、でいいよこれ、この選択肢すごいいいよねと思って、考えて後悔があるなと思ったの。やっぱりね、子供とのね一緒の時間がすごい少なかった。サラリーマン自体だいたい年間4000時間以上働きよったんですよ。3ヶ月休みないとか、それが普通の会社やったんですよ。
それが唯一取り戻せないですよね、それってどうやったって。だから今の倉本さん見てね、1年間主婦毎日送り届けて弁当持って、そんな素晴らしい時間の過ごし方ってあるんやなっていう。それってまあもちろんお金貯めとかないできんとかいろいろあるけど、まあ誰にとってもまあそう不可能なことやないし、まあ昔はちゃんとね学校行ってずっと進級していい大学入っていい会社みたいな漠然とした道があったけど、まあ今世の中もそんな道なくなったよねみたいな。どんな大きな会社も5年後どうなっとうかわからないし、みんな自分が好きなね道を選んでいくしかないかなっていうのは、まあそう言う人は言うよね、そんなにしてお前病気かかったらどうするのかとか、マイナス材料ってもういくらでも出てくる。でもそれを一個ずつ答えるわけにもいかんし、やるしかないよね、決めてね。その勇気を持てたというのはそれがすごいなと。まず曲げてはもうビール飲んで海に見ようよみたいな、もうそんな感じなんで、まあ蓄えがあったりとかなんかそういうのがねあればすごくずまげてはいいんでしょうけど、難しい場合はやっぱりどっかで働かなきゃいけないでしょうし、ワークライフバランスですか、まあそのバランスがすごく難しいなとか思いながら、そこら辺がちょっとまだ答えを出せてないところはあるんですけど、まあでも結構はっきり思うのは3年後にはもう日本に帰ろうかなとは思ってます。延長はしないで、やっぱりフィリピンに来て、まあ、フィリピンのいいところ悪いところ、あとは、まあ、日本のもちろんいいところ、うん、悪いところ、特に自分は結構日本のいいところ、うん、っていうのを感じてというか、まあ、恵まれた国というか、誰にでもやっぱりチャンスがあるし、もう材料もちゃんと来るしカウンターも頼めば来るし、あとはまあ子供がどっちで住みたいかっていうのももちろんありますけどね、どうしてもフィリピンで住みたいっていうんだったら、まあそれはそれでちょっと考えますし、まあ子供次第かなって、はい、この間妻と子供が日本帰って送られてきた1枚目が寿司でしたね。羨ましいとかずるいまあまあずるいというか、まあ日本だなって思いましたね。俺も行きたかったなみたいな、まあ、まあ俺も行きたかったなって、もちろん前は散々、はい、セブンの美味しいご飯注文してました、ね、まあまあまあそうですね、すいませんでした、その説はすいませんでした。現在はビルのリノベーションはほぼ収束し、無事に全フロアが稼働。ゆうたさんももう少しでドゥマゲテに戻ってきます。お父さんがセブンに行ってから寂しくはないですか？寂しい寂しい寂しい、あ寂しくないなんかお父さんに自慢したいことある、日本でやったことで。寿司食べたこと。久々日本どうだった？だって寿司食べた。寿司。ああ、お父さん一緒に行けなかったのは寂しかった。うん、そうか、そうだよね。いつもお仕事ありがとう。大好きだよ。いつもおごってくれてありがとう。